はい、どうも、我でございます。今日はね、お財布の話をしたいなと。皆さんどんな財布使ってますか？長財布、マジックテープ、ガマ口、いろいろありますよね。僕はですね、これなんです。これ何か分かりますか？これね、ダイソーで売ってる小銭入れですね。コインケース、これあのダイソーなんですけど150円ですね。これで売ってるやつなんですけれど、これがね、僕好きで、実はこれですね、2つ目です。はい、以前も全く同じものを買って使ってました。これね、いいんですよ。このサイズでだいたい今ね、8センチとかね、10センチとかそんくらいなんですけど、このサイズでお札もまあ2つ折りで入るし、小銭もちろん入るし、カードも袋があってね、ちゃんと入れられるんですよ。なので重宝してます。今日こうやって動画撮ってる理由としては、この財布がね、壊れちゃったんですよ。でバカになっちゃった。でどうするかってことなんですけど、答えは簡単ですね。同じの買えばいいんだから。これがね、100円ショップ商品のいいとこですよ。壊れちゃっても同じものを買えばいいんです。ただね、ちょっと前にね、ダイソー行ったんです。この同じ小銭入れがなかったんです。まあ、多分お店によって入ってるとこと入ってないとこがあるから、まあ自分の家の近くはそれがなかったんで、ちょっとこれを探したいなと思ってます。でそれまでの間はですね、なんとですね、これですね封筒にちょっと小銭と、あといつもよりも少なめにお金とカードを入れる感じでやってますんで、もし落とした場合は拾ってください。名前も書いてますからね、お願いしますよ。